皆さん、こんにちは。トフル専門試験や英語塾主催してます。試験やしのぶです。よろしくお願いします。いつもトフルについて受験生のお役に立つお話をさせていただいております。今回はタイトルですね、音読のクオリティを高めてスピーキング力アップっていうことになります。で、いつもね、スピーキングの、まあ、練習っていうことでね、まあ、授業とかね、いろいろやってるんですけども、やっぱり最も根本的なところね、これはまあ日々の音読っていうことになります。で、やっぱり英語の勉強っていうのはほとんどイコール音読っていうことになるんですね。何するにしてもね、だから日々まずは第一ステップとして日々に音読をね、日々の勉強に音読を取り入れているかどうか、これはやっぱり大きなことで、それから音読をやってる場合にはね、しっかりその音読のクオリティを高めて行くっていうことも重要。なんでかというと、これがですね、まさにスピーキング、トフル本番でね、スピーキングセクションになったときに、そこにが日々の音読が反映されるんですね。スピーキングの練習したからそれが出てくるっていう、そういうわけじゃなくてね、発音の練習したから、その発音の練習した成果がスピーキングセクションに現れるとか、いうのはなくはないんでしょうけど、やっぱり日々の音読の方が圧倒的な分量がある、わけでしょ。だからせっかくね、発音の練習しても、日々の音読でそれを全く無視した音読をしているようでは、やっぱそっちの方が勝ってしまう、ね、そっちの、いつもやっぱりやってるダメな方がスピーキングセクションで反映されてしまうっていうことになりますよね。非常にもったいないし、普段やってる音読、こんなに音読をやっているんであればね、仮にね、それが少しでもスピーキングセクションに反映されたときに、スコアになるようにね、音読のクオリティを上げていく、これ非常に重要かなと思っています。で、そんなね、お話を今回、したいと思います。で、この日々の音読ね、がスピーキングに反映されるということなんですけど、だから、スピーキングの練習ね、スピーキングの練習っていうよりは日々の音読の習慣ね、この習慣がそのまま現れていきます。だからね、日々の音読を適当な感じでやってると、直前のスピーキングの練習をしたぐらいでは修正できないんですね。これ本当にできないんですよ。これこっちは習慣じゃないですか。適当な感じでやってるのが習慣で、習慣を直前の何回かのスピーキングの練習だけで覆すっていうのは結構できないです。これスピーキングだけじゃないですよね。いろんなことにおいて難しいわけです。で、普段やってることどういうことなのかっていうと、自分のための音読を多くの方ねやっている、例えばむにゃむにゃっていうと、リーディングの時にね、むにゃむにゃ言うと理解しやすかったりするわけですよね。だから難しい英文に当たるとむにゃむにゃ言っちゃうんですね。ね、会場の受験でね、トフルのね、会場の受験でたまにね、聞こえることがあるかもしれませんね。あるいは自宅でね、ホームエディションね、受けてるときにこれやるとね、ちょっとこう注意されることありますよね。ストップウィスパリングとかね、いうことがあるかもしれない。で、ただね、なんかむにゃむにゃ言っちゃいますよね、難しいときね。日本語だってそうですね、言っちゃいますよね。なんか説明書を読むときに、これは、一番まずとか言ってね、言いますよね、いうことなんですね。あるいは音読するときに、単語を暗記するときにね、音読とかね、皆さんやると思いますね。それからリスニングであればシャドーイングするときね、それからリーディングの復習しようとかいうときに、何回もね、音読しなさいとか言われてますとか、音読しますとかね、いう感じ。あるいはスピーキングとかライティングのサンプルをね、暗唱して使えるようにしようっていうんで、多分、本能的に音読すると思うんですね。で、これらはね、でも実は自分にだけ分かるための音読なんで、自分にさえ分かればいいわけでしょ、ね、要するに他人に聞かせるっていう必要が全然ないタイプの音読なんですね。ただね、スピーキングセクション、これはよそ行きにしてください。他人が聞くのでね、他人が聞くので、だからそこのね、いつもやってる自分にだけ分かる音読がスピーキングセクションの発表でも大いに反映されちゃうんですね。となると、この聞いてる人、まあ、レーターですね、にとってはなんかその人にしか分からないものを理解させられてしまうんですね。で、この理解しようとすることがスコアを下げるっていうことなんですね。もう基本ですけど、レーターの人がね、えとか言う、えって言われるたびにスコアが下がってると思ってね、おいてください。これね、書くとき、ちょろっと書いてメモをね、渡すようなときを意識してもらうといいんですけど、
これね、ちょろっと書いてメモを渡すっていう時にね、殴り書きあんまりしないですよね。例えば何だろうな、領収書お願いしますとか言ってね、言われて、あ、分かりましたとか言って、宛先はどなたですかとか言われて、殴り書きで書かないですよね。これあくまでもこの人が読むという前提ですよね。だからメモ残したりとかね、する時にも人が読む前提で書くので、やっぱり丁寧に書きますよね。ただね、その丁寧さっていうのもね、別にね、書道とかね、皇室検定的なね、うまさ、そういうのいらないですね。技巧とかいらないですよね。別にこう、なんならね、羽とかね、羽とか留めが払いとかね、そういうのがあんまりね、ちゃんとできてなくったって、それはいいんです。相手が読めないっていう状態ではないと。いうことに なりさえすれば大丈夫ね。相手が普通に読めますよっていうことになれば、もう目的は達成できているので、これがね、よそ行き の字です。だから上手である必要全然ないですね。逆に言うと上手すぎるとやばいっていうこともありますしね。上手すぎてもいいんでしょうけど、相手が読めないっていうことでは、やっぱり書いてメモを渡すという目的は達成できないわけですよ、ね、全く同じでですね、スピーキングセクションも相手が理解できないっていう音声はやっぱり出しちゃダメですよね。目的が達成できない、コミュニケーションの目的がね、最低限の目的、情報を伝えるっていうね、それが達成できないわけです。だから普段からね、自分にだけしかわからない音読をしているとやっぱこれができないっていうねことになります。で、だからやっぱ丁寧に英語を話すっていう癖をつけましょうね。で、丁寧に話すっていう時に誤解しやすいのは、カタカナ風に話すのが丁寧じゃないですよね。例えばなんだろうな、サイコロジスト have developed various theories about motivation とかいうふうに言うのが丁寧じゃないですよね。これはもう全然なんて言うんだろう、不丁寧の反対逆なんだろうね。すごい分かりづらいですよね。バリアスとか言った時に various っていうふうに理解できるかどうかっていうのはもう大いにクエスチョンマークっていうねことですよね。どうしてかっていうと、これ英語しか分からない人に分かってもらえるように話すのが丁寧な話し方なんですね。ここはやっぱり重要ですよね。でとなるとね、英語しか分からない人は何、どういうことが、できていれば、分かってもらえるのかっていうふうなことを知っておくっていうのも重要ですよね。というか皆さん知ってると思います。で1番語のアクセントですよね。こういうの間違えるとやっぱりってなっちゃいますよね。自発的なっていうね、意味の voluntary ですよね。voluntary ですよね。これをボランタリーっていうふうに言うと、結構ってなりますよね。やっぱ厳しいかもしれないですね。それからイントネーションですよね。apples, bananas, and oranges っていうね、A, B, and C っていうね、ことですね。これを apples, bananas and oranges っていうふうに言うと、これもしかしてアップルズで一回切れてるとかいうふうに、ちょっとね、イントネーションってやっぱり意思を伝えるときにものすごい重要ですよね。上がるのか下がるのかとかね、これ重要なんで、そういうふうに乱れてしまう。で、要するにこれがちゃんとできてないと相手がね、やっぱり、ってなっちゃうんですね。で、文をね、長くしすぎる、長いほどやっぱり音声の法則も乱れる。文の法則、文法だって乱れるしね、音声の法則だって乱れるわけですよ。長ければ長いほど、このね、voluntary みたいに自分がアクセントが誤って覚えている単語が出てくる可能性もたくさんありますよね。ボランタリー、エンビロメントとかね、なんか言うと、もうあらとかになってしまいますよね。これ厳しいですね。あとはこの、ね、強弱、どれを強く読んでどれを弱く読むんだのかっていうやつ。これ文法上ね、皆さん勉強して重要な部分ね、前置詞とか接続詞とか代名詞とか関係詞とかね、冠詞とか動詞とか、こういうのはね、あんま強く読まないです、ね、ただこういうのをやっぱりこういうのを勉強した後で、何回も音読をして覚えようとかするじゃないですか、センテンスね。となるとどうしてもね、そういうところにフォーカスがいってしまうのね、いつもね、例えばなんか教授がね、推薦してくれた、おすすめしてくれた本がね、やっと見つけたんですけどみたいな、そういう文があった時に、When I found the book which was recommended by the professor とかいうふうにね、言ってしまうと、強く言っちゃいけないとこばっかり強く言ってるわけですよ。
ね、だからやっぱりでもそれで、でもこのフェンの時はですね、とかフィッチの使い方をこう勉強したんで、フィッチをちゃんとね、意識して読まないとと思ってというふうにして、それを強く寄っていくと、やっぱそういうリズムが自分の中に染み込んできますよね。となると、やっぱり実際にスピーキングのセクションの時にそれが出た時に、やっぱりフィッチワズみたいな感じでものすごく大きくなってしまいますよね。もうそういう人にはやっぱり直前に When I found the book which was recommended by the professor っていうふうに When I ぐらいで言おうねっていうふうに言っても When I found っていうのがそう簡単には抜けないわけですよ。となるとやっぱりスピーキングの練習直前のね、スピーキングの練習はなかなか実効性のないものになってくるっていうことなんですね。意識的にね、この他人が聞くというね、他人が聞くことになるという意識を練習する。で、どんなふうに言えばいいのかっていうののサンプルはやっぱりリスニングということですよね。で、自分がね、話すサンプルとしてのリスニングを意識してみてください。もちろんリスニングはね、聞いてわかるための練習も当然ありますよね。もう大きい部分ですよね。と同時にね、自分が言うときにどのように言えばいいのか。っていうのを体感できるためのサンプルでもあるわけですよ。ね、だからいろんな教材にはこう音声教材がね、音声がついていて、このように本来は言うべきなんだっていうことが示されているわけです。で、聞くとしたらね、やっぱどっちかというと会話風なものを言う聞いた方がいいですよ。で、そしたら体感、感じがね、つかめますよね。そういうふうになります。練習の、ね、方法としては、やっぱり音読をしながらもね、しながらも、リスニングも当然欠かさずやって、このように言えばいいのかっていうんで、日々ね、微調整をしながら進めていくということですね。っていうことで、まずはね、音読を英語の勉強の中には当然ですけど取り入れる。で、普段の音読を少しだけね、少しだけ、少しずつ丁寧に行っていく。っていうことですね。で、それがね、そのクオリティが高くなった音読が、スピーキングのセクションで、現れていくものであって、直前ちょろっとスピーキングの練習をしただけでね、それでスピーキングのセクションの、スコアがアップするわけでもないということなんですね。日々の音読のクオリティ、ぜひ高めて、スピーキングの、セクションね、スコアをアップということを達成してみてください。まあ、参考になればと思います。